GTR 2025年モデル抽選結果のご案内。抽選結果、ルル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 ルということで、私アマネコが2週間前に応募した2025年モデル GTR の当選発表日なんです。とうとう来ましたよ、結果発表の日が。いやー、どうなるかなって思ってちょっとドキドキしてるんですけど、前回もお話しした通り、この2025年モデルの GTR 発表されてからいろんな販売会社さんで申し込みが開始してるんですけど、おそらくいずれの販売会社さんも抽選ということで、で今回は私日産東京販売さんの方にて抽選に応募させていただいたんですけれども、まあ、この倍率がおそらく100倍は超えるんじゃないかってぐらい大変な倍率になっているようで、今回の2025年モデルについては結構応募上限も緩くてですね、まあ、東京在住の方もしくは日産東京販売さんにて車を購入された方、まあ、どちらかに該当される方が申し込みができるという内容だったんで、まあ、私は一番のところで、まあ、東京在住の方というところで申し込みができたんですけれども、2024年モデルの GTR も最初の抽選と2回目の再抽選とどちらも応募したんですが落ちてしまったということで、25年モデルこそは3度目の正直ということで期待に胸を膨らませているわけなんですが、まあ、早速結果発表見ていきましょうか。当たっていてほしい。ちょっとドキドキの結果発表にはなるんですが、早速見ていけたらと思います。はい、ということで、それでは今日もご安全に頑張ります。ということで早速結果発表を見ていきましょうか。前回申し込みした際に結果発表はメールで届きますっていう内容があったかと思うんで、実際今回も日産東京販売さんからメール届いてるんですよ。じゃじゃん、こんな感じ。 GTR 2025年モデル抽選結果につきまして、いやー、ちょっとこれ怖いなと思って、一人で結果発表を見るのが嫌だったので、ちょっと今回もカメラマンさんに来ていただいてるんですけど、当たってるかな、どうかな。ね、そうだよね。だって24年モデルも最初の抽選応募して落ちて、で再抽選は1回抽選応募した人じゃないと抽選できないってことだったから、倍率ももうちょっと緩くなると思ったんだけど、それでも落ちて、今回の25年モデルは3回目の抽選応募なんですよ。って考えたらさすがに当たっててほしいんだけどね。ちょっとこの結果発表見るの怖いんだけど、抽選結果はこちらからご確認くださいっていう URL があって、メールの内容には書かれてないんだよね。やだやだ。ちょっと自分で見るのは怖いとか言いつつも、人に見られるのはちょっとなんかやだ。でも視聴者さんの中でも応募しましたよって方たくさんいらっしゃったかと思うので、ちょっとその方々の結果も気になるところではあるんですよね。この動画が上がってる頃にはみんなもう結果分かってると思うんだけど、当たった。まあ、ちょっと一応おさらいしましょうか。今回2025年モデル日産 GTR 応募するということで、私が応募したのはニスモスペシャルエディションという一応最上級グレードということで、車両本体価格としては3000万円超えの車両ではあったので、このニスモスペシャルエディションが欲しいっていう人じゃないとなかなか申し込みはしないと思うんですけど、でもやっぱりどうせ GTR 買うならニスモスペシャルエディションって思う方が多い通り、倍率はなかなか高かったんじゃないのかなと思ってます。こんな待ってもしょうがないから見ちゃうか。じゃあ結果見てきますよ。抽選結果はこちらからご確認ください。ボタンをポチッとな。開く。GTR 2025年モデル抽選結果のご案内。抽選結果、ルル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 ル
この質素な結果発表、2025年まで抽選結果落選、悲しさ飛び越えてちょっと逆にこうまで当たらないのかと感心さえしますね。私のくじ運のなさ。でもやっぱり倍率がすごかったってことでいいのかな。これは仮に100倍だったとしたら100回抽選申し込みして1回当たるか当たらないかだと思うので、人生こんなもんですかね。落選された方、ご期待に添えず申し訳ありませんでした。以上これ私の結果じゃないんじゃないですか。もしかして間違えてませんかっていうことめっちゃ嫌なクレーマー客なんかやっぱ徳を積めてなかったのかな、徳が足りてないのかな。いろいろ神社に行ってお参りとかもしたんですけど足りなかったか。 GTR 2025年モデルと今私が持ってる2022年モデル比較動画なんてちょっとやってみたいなって思ってたんだけど残念。あ、でも今回この日産東京販売さんの抽選落ちてしまったんですが、実はもう一個抽選の機会があるってそんな情報を聞いたんですよ。実は日産の開発のメールやり取りさせていただく機会がありまして、から聞いた情報で私は知ったんですけど、日産自動車販売さんの抽選会も実は4月に控えているということで、もう一回ワンチャンスあるらしいんですよ。次は日産自動車販売さんの方で申し込みができるんです。でも倍率多分すごいなっていうのは今回の日産東京販売さんの抽選でも思ってたんで、 1% ぐらいしか当たる確率ないんじゃないのかなと思ってたんで、まあ受け入れられるんですけど、それでもめげずに自らの力で掴み取れ、キャッチでチャンスってやつよちょっと25年モデルはもう一回抽選してみたいな。そう、3号の GTR はもうこれで最後ってことなんで、この抽選でもう当たらなかったら多分本当に手に入らないんじゃないのかなって思うと、やっぱり当たってほしい。GTR 好きとしては絶対抑えたいところって思うんだけど、でもそう思ってる人がきっとたくさんいるってことよね。私以外にもそれぐらいファンの多い車ってこともあるんで、なかなかね当選は厳しいかもしれないんですけど、めげずに頑張りたいと思います。で GTR も当たるかなと思って応募してみたんだけど当たらなかったじゃないですか。まあどうせ当たらないなって思ってたところもありますし、もうやっぱりいいかな。私アマネコとある車両を購入したいと思います。車買います、買います、買います。もう GTR 当たらなかったし、なんかもう踏ん切りつきましたね。ちょっと欲しいなって思っていた車両が別であったんですけど、まだ契約自体はできてないんですよ。一応車両自体は抑えてもらっていて、で契約はこれからっていう話だったんですけど、もう買います。ちょっとライブ配信とかで事前にお話ししていたっていうこともあるんで、視聴者の皆さんでもご存知の方もいるかと思うんですけど、私アマネコ車両を購入します。今回はフェラーリではありません。いや、フェラーリはフェラーリでまた別で買いたいなって思ってるんですけど、とある車両を契約してくることにしました。なんだと思いますなんでそんなことないよ。なんかもうそんなスピリチュアルな話はしなくていいよ。当たらないものも当たらないんで。ヨハンちゃんちがいなくなってからずっとオープンカーが欲しいなって思ってたのもそうだし、ちょっと刺激が欲しくなったというか、なんか今の車両をもちろん大切にしてるのはあるんですけど、それに加えて特別感感じられるというか、日常をさらに彩り豊かにしてくれるというか、なんかそんな車両欲しいなと思って、実はいろんな車を試乗しに行っていたんですけど、まあいいこと出会えたわけなんですよ。オープンカーでフェラーリではありません。あー、でもポルシェもちょっと気になってるところではあったんですけど、今回はポルシェではないんですよ。となったらバイパーのオープンカーが全然ないんですよ。なんか日本に入ってきてないのか、私が買いたいなって思ってたやつクーペだったんですよ。ハードルが一気に上がったぞ
違うんです。今回は私がずっと欲しいって言ってるバイパーでもなく、なんとお馬さんからのお牛さんにすることにしました。つまりランボルギーニ。今まであんまりランボルギーニって個人的にはちょっと激しめというか、車両自体が悪くはないんですけど、なんかそのイメージ的にあまり良くないのかなって思って手が出なかったんですけど、実際に自分が試乗してみると、こんなに楽しい車両なのかと新しい扉を開いてしまったというか。ということで今回アマネコ2025年モデル GTR は落選してしまいましたが、別で今回はランボルギーニのとある車両を購入することにしました。自分がやっぱりランボルギーニオーナーになってみると分かることって多分あると思うんですよ。自分が外からランボルギーニを見てるとかよりも、実際に自分がオーナーになってたくさんの時間を乗り過ごしてみると、試乗だけでは分からなかったこととかもいろいろ気づきがあると思うので、新たな冒険の1ピースということでランボルギーニ乗ってみたいなと思い、今回は購入してみたいと思います。あ、それがなんかフェラーリだと音と振動合わさったこの高揚感の振り幅っていうのが、フェラーリだと仮にこれぐらいだとしますよ。ランボルギーニについてはこれぐらい広がるというか、よくある迷惑車両みたいな爆竹みたいな音もあると思うんですけど、あそこまで行かなくてもいいんですけど、ここの振り幅が圧倒的に広かったというか、なんか乗り心地も普通のモードを使ってれば意外とその辺の乗用車と変わらないぐらいの乗り心地のモードもあれば、逆に本当に激しすぎて、お、なんだこれは戦闘機かみたいな、そんな乗り味を楽しめるようなモードもあったりと、この1台の車両でいろんな楽しみ方ができるっていうところがランボルギーニの方が強いのかなって思ったんですよね。まあこれも実際に自分が乗ってみてオーナーになってみたら意外と違ったかなって思うところもあると思いますし、まあ、これは実際に買ってみて納車されてから分かることだと思うので、これもまた一つの経験として積んでいけたらいいかなって感じですかね。で、あとですね、フェラーリとかもそうなんですけど、ランボルギーニについても最近はハイブリッド化が進んでるってこともあって、これからのモデルはハイブリッドの車両が多くなってくることもあるので、最後の純画素楽しみたいなってところもあるんですよね。はい、まあちょっとここまで行ったら何の車かっていうのが分かってしまうところもあるかもしれないんですが、また来週の動画をぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ということで、まあ、今回はちょっと GTR 2025年モデル落選はしてしまいましたが、また他の販売会社さんの方でも抽選を開始されるということだったので、ここもまた再度抽選してみたいなっていうところと、アマネコついに車両を購入することにしましたということで、サプライズではありましたが、はい、とある車両を購入させていただくことになりました。また今後の車両の動きについてはしっかり動画でご報告していきたいなと思っておりますので、ぜひまた次の動画も楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。